皆さんこんにちは、木村せなです。今日の動画はめちゃくちゃ可愛い夏のディズニーコーデ組んでみた。今回は私が持ってるお洋服でディズニーにお出かけ行った時に使えるコーデを6体組んでみました。私は夏服難民であんまり夏服を持ってないんですよ。だから今回組んだお洋服は結構古着の登場率がすごく多くなってるんですけど、色合わせだったりなんかシルエットの合わせだったりを参考にしてもらえると嬉しいなと思います。そう、今回組んだ6体のキャラクターは今もディズニーでファンキャップが売ってるキャラクターになってます。一応ディズニーのサイトとか見ると品切れ中みたいな感じになってるキャラクターもあったんですけど、まだ販売はされてるみたいなので、まあ、この時期ファンキャップ被ることとかないと思うよ、こんな暑いし。まあ、だから一応キャラクターの雰囲気というか、まあ、ちょっとキャラクターに合わせたようなお洋服のコーデになってるので、ぜひそこを楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。それでは早速レッツゴー。まず1コーデ目はみんな大好きなミッキーコーデです。このコーデはポイントで赤を使ってるんですけど、このコンバースのハイカットだったり T シャツのプリントだったりで赤を使ってます。真っ黒すぎるとちょっと暑苦しいかなと思って、今回合わせているのは黒白のギンガムチェックのスカートです。この T シャツはね、後ろにバックプリントもついててめっちゃ可愛いコーデになってます。今回は初めてバッグも一緒にコーデを組んでみました。合わせてるバッグはこんな感じです。これは親戚のおばちゃんから受け継いだコーチのバッグです。スカートはさっきも言ってた通り白黒のギンガムチェックのスカートです。 T シャツもめっちゃ可愛くて、車のプリントの T シャツなんですけど、この赤い文字がすごくよく映える T シャツになってます。今回使ってるアイテムは全部古着で新品のお洋服ではないんですけど、ギンガムチェックのスカートとかはいろんなところで売ってると思うし、赤いコンバースだって ZOZO とかで売ってるやんか。めっちゃ可愛い赤いコンバース見つけたから、ちょっと代わりに紹介しますね。これは私が持ってるわけではないねんけど、コンバースのオールスターバントカラーズ OX っていう靴があって、色味がめっちゃ可愛いんよ。真っ赤すぎず古着にめちゃくちゃ合いそうな赤っていう、すっごい絶妙な色をしてて、ほんのり白が混ざったようなくすみカラーの赤になってるので、真っ赤はちょっと難しいなって人とか、古着いっぱい持ってて合わせる靴なくて困ってたみたいな人にすごくおすすめだなと思います。ただ私が持ってるやつではないから、よくサイトを見てもし欲しい方がいればぜひこの赤い靴本当に可愛いなと思うので、ちょっとチェックしてみてください。それとこのコーデをもう一アイテムプラスしてもっと可愛くするとこんな感じです。古着のベストを上から合わせてみました。これはね、シルエットめっちゃ可愛くて、ベストって少し着痩せ効果があったりするから、もしインしたスタイルがちょっと苦手な人とかは、上からこういうベストを1枚羽織ってあげるのがすごく可愛くコーデが組めるかなと思います。ちょっとカジュアルなミッキーコーデにしてみました。これは女の子同士でディズニーに行った時にミッキーとミニーでコーデ組みたいってなるやんか。ほんならミッキーコーデをする女の子がもうこういうの着てあげると、すごいバランス取れてるね2人ともってなると思います。私の独断と偏見なんですけど、いやでも私こういう子見たら結構、あ、メンズっぽくしたんやとか、ちょっと男の子っぽいの意識してるんやってなるから、すごい私は好きなコーデです。これはもちろんメンズの子でも使えるアイテムやから、 T シャツ1枚だけじゃちょっと寂しかったとか、もうちょっとおしゃれさ足したいなって人は、ぜひこういうの一度羽織ってみてください。すごく可愛くなると思います。次2コーデ目はふわふわガーリーミニーちゃんコーデです。ちょっとガーリーさマシマシなコーデにしてみました。シルエットとかもめっちゃ可愛くない？このコーデは小物をちょっとブラックで統一させて合わせてみました。ミニーちゃんとかミッキーって白赤黒があればちょっとコーデが完成するなと思うので、こういう小物で黒を入れてあげるとミニーちゃんらしさが出て可愛いかなと思います。この合わせてる靴はユーズドのドクターマーチンです。はい、ということで2コーデ目はちょっとガーリーなミニーちゃんのコーデにしてみました。今回は靴以外全部売ってます。まずこのバッグはユニクロで買いました。こんな感じの真っ黒のスクエアバッグです。それとこのブラウスは私がずっと推してるアイテムなんですけど、ボンルシールのボリュームスリーブ 2way フリルビッグカラーブラウスです。これ実は 2way で、後ろはこんな感じでちょっと襟の長さが短めのフリルになってます。こっちが結構大きめなんですけど、気分によって私は使い分けてます。それとこの赤いスカートはこの前紹介したやつ覚えてますか？最近買った夏服紹介っていう動画があったんですけど、そこで紹介してたディアシスターフッドのスカートです。シルエットほんまに可愛くて、ちょっとここについてるレースとかもめっちゃ可愛いやんか。こういうのがミニーちゃんにぴったりかなと思って今回はこれを選びました。
実はこれさっきのコーデに合うように組んだんですよ。だからさっきのミッキーはちょっとメンズライクよりというか、ちょっとボーイッシュ要素を足してみて、こっちは逆に思いっきりガーリーなフリルがついてるようなスカートをわざと合わせて、一応男の子のミッキー、女の子のミニみたいな感じになるようにコーデを組んでみました。夏コーデって言って長袖着てるんですけど、まあ、日焼けが気になる女の子もおると思うし、この後ちょっとブラウスがいっぱい出てくるんですよ。だから少しあのテイストの違う長袖のブラウスを今回は選びました。次3コーデ目はちょっぴりカラフルなドナルドコーデです。今回は水色をメインでコーデを組んでみました。このゆるゆるパンツとコンバースの水色と T シャツのプリントには青と黄色が使われてて、このバッグも実はちょっと水色チックになってます。シルエットもなんかドナルドのタポタポさというか、ちょっとゆったりさをイメージしてこのコーデを組んでみました。はい、ということで3コーデ目はちょっぴりカラフルなドナルドコーデです。めっちゃ可愛くない？このチェックパンツは実はちょっと前に購入してたやつで、 ZOZO 購入品で紹介してたんですけど、アリーのチェックパンツです。これはすごいシルエットも可愛いし、このなんかチェックの感じもめっちゃ可愛くてすごいお気に入りなのと、それとこの T シャツはなんかパステルっていう韓国通販のアプリで買いました。バッグはちょっと個性的で、ここに文字が入ってるんですけど、あれいつやろ、3年4年ぐらい前に買ったニコ&とつもりちさとさんのコラボのバッグです。結構変わったデザインのバッグやねんけど、これめっちゃ可愛くて、実はリバーシブルになってて中は青なんですよね。買うだけ買ってまだ1回も使ってないから、こんな感じでまだタグもついちゃってます。毎年ニコ&とつもりちさとさんってコラボしてるからさ、もしかしたらちょっと同じデザインのようなやつとかこれから出てくるかもしれんね。ちょっとこういう個性的なやつが好きな人はチェックした方がいいかもしれないです。そして今回合わせてたあのコンバースもこの前まで売ってたやつで、このなんか水色と群青色がちょっと混ざったみたいな少し変わった色のコンバースです。あのコンバースは去年タンプレでえのちゃんからいただきました。すごい可愛くて今もよく使ってます。結構夏感あふれるようなドナルドコーデやと思うし、さっきも言ったみたいにパンツのシルエットがすごい可愛いから、なんかドナルドのあの丸っとしたお尻とかにすごいぴったりやなと思って、今回はこれでコーデを組んでみました。ちょっとバッグも柄でパンツも柄でっていうガラガラコーデにはなったんですけど、すごい可愛いので、もしよかったら同じようなコーデしてみてください。次4コーデ目はふわっと可愛いデイジーコーデです。紫のお花のスカートと結構大きいビッグカラーの襟のブラウスと、あとはお花のバッグを合わせてます。そして靴はちょっと女の子っぽさが出るようにユーズドのマーチンを合わせてます。このふわふわ感めっちゃ可愛くないですか？ちょっとマーメイドスカートっぽくなってるというか、ここがちょっとキュッて入ってるんですけど、逆にこの下の方のボリュームがすごく可愛いスカートになってます。はい、ということで4コーデ目はふわっと可愛いデイジーコーデです。さっきドナルドしたので今回はデイジーを選びました。このビッグカラーめっちゃ可愛いでしょ。これは去年あの子のお部屋っていう古着屋さんでオリジナルアイテムで売ってたブラウスなんですけど、もう通販とかも全部完売しちゃってて、でも多分店舗に1点か2点在庫があったと思うので、もしあの気になる人いれば店舗ちょっと行ってみてください。もしかしたら出会えるかもしれないです。売り切れてる可能性もあるけどね。この肩のちょっとキュッてなってるとことか、こうふわってなってるとことかすごい可愛くて、ベストとか合わせてもめっちゃ可愛いし、すごい使えるブラウスになってます。それとこのスカートですね、これは古着のスカートなので見つけることはできないと思うんですけど、すごい可愛い紫色をしてます。やっぱこういうちょっとふわっとしたティアード系のスカートってほんまに使えるし、スウェットとかともめっちゃ相性いいから、結構オールシーズン私は使ってます。あとはウエストのとこがちょっと寂しかったから、今回はベルトを合わせました。これも古着屋さんのベルトです。そしてこの合わせてたお花のバッグは実は ZOZO にまだ売ってて、これはユナマンションのチュールレースフラワー柄刺繍バッグです。なんかちょっとセールとかもされてるみたいです。これはちょっと透け感があってめっちゃ可愛いバッグになってます。結構ちっちゃいから、まあ、ディズニーに持っていくかって言ったら持っていかないとは思うんですけど、コーデに合わせたバッグにしてみました。可愛くてお気に入りです。このコーデはカップルに真似してもらえるかなと思って、メンズの子がああいう感じのちょっとダボっとした水色系のパンツにちょっとプリントの入った T シャツ合わせて、で女の子はこういう白いブラウスに紫のスカートを合わせるっていう、めちゃめちゃ可愛いドナルドとデイジーのコーデになるかなと思います。ほんであんまりディズニーってさ、そのドナルドとデイジー選んでる子ってそこまでおらんやんか。だからちょっと可愛くて目立つんじゃないかなと私は思うから、ぜひやってもらえるとすごく嬉しいです。5コーデ目は8
蜂蜜大好きなプーさんコーデです。このコーデは結構力作よ。めっちゃ可愛いです。まずこのスカートは黄色と赤のチェックのスカートになってます。そしてこの T シャツはひまわりの黄色のプリントが入ってる T シャツで、靴はちょっと深めの黄色のコンバースを合わせてます。それとこれはずっとお気に入りな古着のバッグです。これもシルエットめっちゃ可愛くて、ちょっとなんかカントリー感のあるふわっとした可愛い女の子らしいコーデだと思います。はい、ということで5コーデ目は蜂蜜大好きなプーさんのコーデです。ちょうどこれはファンキャップを持ってました。ちょっと T シャツ可愛いから近くで見せると、サンフラワーって書いてるこのひまわりのプリントの T シャツですね。これは古着です。なのでこの辺に犬に噛まれたみたいな穴があります。これは古着あるあるですね。それとこのスカートはまたまたあの子のお部屋のやつなんですけど、去年の秋頃に販売したスカートになります。このスカートの下のところにちょっとレースがチラッと見えるようについてるんですよ。これがね、めっちゃ女の子らしさを出してくれるポイントです。それとこのバッグは高円寺のなんか古着屋さんで、スマイルチェンジみたいな名前の古着屋さんで見つけました。ちょっといい感じのきなりっぽいバッグに、このなんか自転車の絵が描かれているちょっとレトロっぽさのあるバッグになってます。これすごいお気に入りで使いやすくてずっと使ってます。それと先合わせてたあのコンバースは、コンバースキャンバスオールスターってやつのマスタードみたいな色ですね。13,200円で少し値段が高めのコンバースなんですけど、めっちゃ可愛くて個人的にこれすごく好きです。今見たらローカットもハイカットも両方まだ売ってたので、もしあの自分のサイズに合うやつがあればぜひチェックしてみてください。黄色ってすっごい使いやすいから、一つ持ってたらめちゃくちゃ便利だと思います。プーさんのファンキャップも早く再販されるといいですね。ぜひみんなでプーさんかぶってディズニーに行きましょう。最後6コーデ目は超緑なリトルグリーン面コーデです。めっちゃ緑のものを合わせてみました。このバッグはトートの文字が緑なのと、このワンピースはピンクと黄緑のチェック柄になってます。それとこのコンバースはお気に入りの緑のコンバースです。ブラウスは襟付きのちょっとふわっとした女の子らしい形のブラウスを合わせてます。これもワンピースのボリュームが結構あって、すっごい可愛いコーデになってます。この女の子らしさがめっちゃ可愛くてすごいお気に入りです。はい、ということで最後6コーデ目はリトルグリーン面の超緑コーデです。これも結構女の子っぽさがあるコーデですっごい可愛いんですけど、このブラウスはほんまにまたまたなんですけど、あの子のお部屋の2年前に販売されてたオリジナルのブラウスです。ここの襟が2枚になってるのと、肩がすごいふわっとしてて、めっちゃ女の子らしさが出るブラウスです。それとこのワンピースは ZOZO 購入品紹介でも紹介したんですけど、アリーのギンガムチェックフリルティアードキャミワンピースのライムです。サイト見るともうライムとブラックが売ってないねんけど、まだラベンダーが売ってたので、もしかするとデイジーコーデとかに向いてるかもしれないです。なのでこのワンピースのシルエットめっちゃ可愛いとか、こういう女の子っぽい服欲しいって人はぜひあのラベンダーをチェックしてみてください。すごく可愛くてオールシーズン使えるデザインなので、めちゃくちゃおすすめです。それと今回合わせてたあの緑のコンバースは、コンバースのビリーズの別注っていうやつで、オールスターのグリーンです。あの緑はほんまにどんなお洋服にでも合うから、私は大阪に帰ってた帰省期間の3週間毎日あれを履いて過ごしてました。それぐらいすごい使えるコンバースやから、本当に買って損はないと思います。ぜひチェックしてみてください。それとこの緑の文字が入ったトートバッグは、シーンの文字グラフィックキャンバスショッパーバッグです。400円ぐらいで買えるめっちゃ安いトートバッグになってます。これも文字の感じがめっちゃさりげないから普通に使えるし、結構いろんなコーデに合わせやすいです。コーデでバッグ困った時にめちゃくちゃ使えるので、これはほんまに持ってた方がいいと思います。あと今回のテーマにもあるように、リトルグリーン面って結構緑がメインやんか、だからこういうところまでちょっと緑に合わせてあげると、すごいコーデにも統一感が出るし、パッと見た感じも、あの子リトルグリーン面のコーデしてるんやって分かるような感じになると思うので、ぜひあの全身緑で合わせてディズニー行ってもらって、リトルグリーン面のコーデ楽しんできてください。はい、ということで今回組んでみたこの6体のディズニーコーデはどうだったでしょうか。結構ガーリーなコーデが多かったとは思うんですけど、色合わせとかはメンズでも使えると思うので、ぜひそれを参考にしていただけると嬉しいです。実は私まだファンキャップをあと2個持ってるので、これは第1弾のディズニーコーデの動画となります。まだ動画いつ撮るとか全く決めてないねんけど、第2弾もやろうと思ってるので、ぜひそれも楽しみにしててください。それと今回動画でたくさん出てきたあの子のお部屋っていうブラン
ランドのお洋服があったじゃないですか。さりげなくちょっとだけ告知しておくと、7月に名古屋と大阪でポップアップを開催します。前回4月と5月に名古屋と大阪で2日ずつポップアップをやったんですけど、今回は7月の16、17が名古屋、7月23、24が大阪になってます。それと7月の8、9、10が周年イベントということで、あの子の部屋が3周年になるんですけど、それのちょっとしたプチイベントをする予定なので、ぜひ遊びに来てください。また詳細はあの子のお部屋のインスタグラムをぜひチェックしてください。ポップアップには私ももちろん行くので、みんなと一緒にお話ししたり、一緒にお洋服決めたり、写真撮ったり楽しみたいなと思います。よくある質問が、一人でも行けますかとか、メンズがいても大丈夫ですかとかっていうのがあるんですけど、あの子のお部屋は古着屋さんで、メンズのお洋服、レディースのお洋服両方取り扱ってるし、ポップアップには一人で来てくれるお客様もなんなら多分半分ぐらい一人で来られる方なので、全然気軽に来てください。逆に一人で来てくださったお客様には積極的にスタッフからお声掛けするようにしてるので、ぜひ気軽にリラックスして遊びに来てください。今回は周年記念ということで、少しオリジナルのアイテムの販売が予定されてます。私はもう知ってるんですけど、めっちゃ可愛いので、ぜひ楽しみにしててください。インスタグラム、ツイッター、TikTok のフォローをお願いします。そしてこの YouTube のチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。第2弾も楽しみにしててください。バイバーイ。